はい、こんにちは、まえチャンネル前原です。はい、今日はこちらですね。デラックス刀剣伝外務ガシャットとデラックスフルスロットルドライブガシャットです。ついにレジェンドライダーのガシャットが発売されましたね。はい、仮面ライダーゲーム、あ、そうそうそう、 YouTube でやってる仮面ライダーゲームのシリーズで出てくるガシャットね、これはね。はい、はい、じゃあ早速開けていきましょう。はい、はい、はい、こちらが刀剣伝外務ガシャットですね。表が群青色で後ろがオレンジ色って感じかな。うん、絵柄はこんな感じですね。はい、続いてこちらがフルスロットルドライブガシャットですね。うん、表が赤で裏が黒になっております。絵柄はこんな感じですね。両方ともややメタリックって感じだね。うん、ラメとかは入ってません。はい、では両方とも絶縁シートを取ってください。はい、はい、まず外務からいこうか。じゃあいきます。はい、あー、いいね、いいね。うん、ではゲーマードライバーにセットしてみましょう。はい、いきます。はい、これは一緒なのとはね。うん、じゃあレベルアップしてください。はい、ギリギリチャンバーのレベル2の音声を真似してる。ああ、そうだね、おね、真似してるっていうか、まあ同じ感じだね。うん、うん、はい、次はフルスロットルドライブガシャット行ってみましょう。はい、フルスロットルドライブ、ああ、いいね、懐かしい感じ。懐かしい。次はこれは一緒かな。うん、そうだね。ではゲームドライバーセットしてみましょう。はい、これ一緒だね。はい、じゃあレベルアップ。はい、これは爆走バイクのレベル3音と同じだね。ああ、そうかそうか、うん、なるほどね。じゃあこの状態でガイムをスロット2にセットしてみようか。はい、で行ってみましょう。はい、はい、うん、ちょっと混じっちゃったね。でも、うん、ソイヤーとは聞こえた。そうだね。じゃあ今度逆にしてみようか。うん、行きましょう。うん、おお。じゃあガシャコンブレーカーでいきましょう。はい、ガシャコンブレーカー、まずガイムから。はい、懐かしい。え、なんで？スカッシュの音じゃん、これ。あ、本当に？うん。そうだったか。じゃあ次はフルスロットルドライ。はい。いきます。はい。はい、じゃあ今回も変身対決をやっていきたいんですが、はい、ヘイシン君がドライブがいいんでしょ。うん、うん、ではパパはガイムにします。はい、じゃあどっちから変身しようか。パパの、パパから行く。うん、分かった。変身またやっちゃったよ。いきます、変身。じゃあ行きます。はい、変身。
はい、ということでいかがでしたでしょうか。それぞれのライダーっぽく変身してみたんですけど、まあどっちがかっこよかったか、まあ大体これまでの結果を見ると大体エイシン君が多いですから、まあ一応アンケートを用意してますのでまたお願いします。エイシン君がかっこよかったのか、それとも私がかっこよかったのか、それとも両方とも全然ダメなのか、お願いします。はい、はい、ということで今回はデラックス刀剣伝ガイムガシャットとデラックスフルスロットルドライブガシャットでした。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価、チャンネル登録、コメントいただけると大変嬉しいですね。はい、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。